仮面ライダーセイバーのメインヒロイン須藤メイ、主人公トーマの担当編集者を務める22歳の出版社員であり、ギャルがそのまま社会人になった感じと評される奔放で明けすけな性格が印象的でした。ライダーシリーズでは数年ぶりの普通のホモサピエンスのヒロインであり、変顔推しのコメディーリリーフ的なキャラ付けには視聴者から賛否両論もありましたが、明るく物怖じしないムードメーカーとして剣士たちの精神面を支えることも多かったですね。特に凛太郎とは戦いの中で次第に惹かれ合っていたようで、増刊号ではペアルックを思わせる服装で登場していました。演じた河津飛鳥さんはモデルやグラビアでも活躍されており、前作ゼロワンの鶴島ノアさんとは一緒に遊びに行く仲とのこと、主演の内藤秀一郎さんとは事務所のマネージャーも同じで、本作のオーディション合格をドッキリで伝えられたというエピソードも話されていました。本作以降も関連作品はもちろんのこと、一般ドラマやバラエティへの露出も続いており、今後の躍進が楽しみな女優さんですね。